国鉄12景客車お座敷列車お座敷列車は日本国有鉄道、東海旅客鉄道が1983年から1999年まで保有していた鉄道車両でジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。編成独自の愛称はなかったが、配地区であった名古屋車両区の略称からファンの間ではナコザとも呼ばれた。名古国鉄名古屋鉄道管理局が 老朽化したスロ八81系お座敷列車の置き換えようとして1983年に登場させた車内を畳じきにした和式客車である。いずれの車両も12系客車より改造されており、両端の車両はスロフ12系900番台、中間の車両はオロ12系800番台である。改造は名古屋工場が担当した。この車両の特徴として、 1 2軽改造の和式客車として初めてサロンと展望室が設置された。当社は展望車付きのジョイフルトレインの先駆けで、これを皮切りに他の地域でも展望車付きのジョイフルトレインがいくつか登場していくことになる。両端のセロフ12型は開放式展望車となったため、800番台ではなく900番台の車号が付与された。車両番号の下2桁は スロフ12も含め前車が従来の編成からの投資番号である。両端車の後くらい、側半室はフリースペースの用間となっており、ソファーが置かれ、その部分の側窓は固定式に改められている。種車では展望デッキの位置に設置されていた、車掌室は前くらい、出入り台と客室の間に移設された。大きく構造の変更された両端車と異なり、 中間車は先行する静岡鉄道管理局の和式客車、イコイと同じ構造である。外販図色は12系客車の標準色のままであるが、展望デッキ部にはステンレスの帯板が巻かれている。各車の愛称は名古屋局管内の旧国名から取られている。全車両がグリーン車扱いである。名古屋車両区に配置され、主に名古屋地区の団体臨時列車として運用されていた。 所定は6両編成だが、利用客や運転する線区の都合等で3から5両編成に、減車して運用されることもあった。ありがとうございます。